でもこの人はやっぱり私がやらなきゃ復讐になりませんわ。そっちか？そういうことか？いつの間に銃持ってたの？マジで撃ったよ。そうでしょう、カロン。あなたではなく、私がとどめを刺さないと。そんなものいつの間に？制御室のロッカーで拝借しましたの。これがあれば、この腕でこいつに復讐できると思って。知ってますわよ、シビラさん。あなたにとってバローズ師匠は憧れ。そんな師匠が今、あなたのミスのせいで汚職の証拠を暴露されそうになってますのよ。誰が黙っていいと言いましたの？私、海底迷宮に落とされた時から、いいえ、廃ビルで騙されたあの日から、ずっとあなたに復讐しなければならないと決めていましたの。確かに裏にはバローズ師匠がいた。私を利用しようという目論見があった。でも私にとって、私の獅子を、ピアノを、未来を奪ったのはあなた。呪わずにはいられない。そんなに打たなくてもこいつはもうどうすることも。ちょうどいいロケーションですわ。かつて私があなたにそうされたように。今度は私があなたをバラバラにして、海の底に突き落として差し上げますわ。これで少しは気分が晴れるといいんですけど、ねえ、シビラさん。好きになさればよいでしょう。ならば、メモリは私が海の底まで持っていきますゆえ。メモリは手に入れたいよね。一度は諦めて、あっさりヘリを捨てた女が、今更、何を強がってますの？あなただって死ぬのは怖いんでしょ？強がるのはやめなさいな。カロンが立ち塞がってるもんね、もう。状況が状況だよ。もうやめておけ、ノエル。こいつだって所詮はバローズの駒なんだ。こいつを殺したところで何もならん。ねえ、カロン。なんだ？あと何発打ち込めばメモリを手放すと思う？ノエル。私としてはあなたが死ぬ前に師匠をメモリを売ってくれると最高なんですけど。さあメモリをよこしなさい。そして私に謝って無様に死になさい。わあ。カロン。少し冷静になれ。こんなところで殺人を重ねる必要はない。今お前の復讐に必要なのはそのメモリだ。殺さなくとも、もう簡単に奪い取れる。お前だって分かってるだろ？私の復讐を邪魔するんですの。こいつにだって師匠と同じくらい立派な恨みがありますわ。それはあなただって同じなのではありませんこと？ああ、こいつは大悪魔の私をコケにした。私の契約を汚した万死に値する女だ。だが、何ですの？殺したらもう戻れなくなる。私はどうせもう一度人を殺してしまった身ですわ。
それに私の命なんてどうせ復讐が終われば契約の代償に失われるものですもの。復讐が終わった後のことなんて考えても意味がありませんのよ。すでにステラステージの社長の死を願ったこと、それは今新たに殺しを重ねる理由にはならん。それに復讐の末の代償もまだそうと決まったわけではない。もっと自分を大事にしろ。怒りと呪いに身を任せれば最後は絶対に破滅することになる。ハロー、あなた的には契約者がそういう末路をたどることが愉快なんじゃなかったかしら。それがお望みなら最後にはそうしてやるさ。だがそれは私が決めることだ。お前が一人で勝手に、しかも復讐の途中で破滅し、未来を閉ざすことは許さん。少なくとも今は。私たちは同じ敵を持つ対等な関係だからな。足並みは揃えてもらおうか。大体お前が片っ端から敵を撃ち殺していくのは効率も相性も悪い。悪魔としてお前を完璧に助ける立場にある私はそれを認めん。私は契約の代償を考える以前にお前にとって最も適切でふさわしい復讐を考える。その結果お前の魂をいただくのか、それ以外の何かをいただくのか、それも私が決める。だからお前は勝手に生き急がないことだ。この瞬間の呪いではなく、おとなしく未来の希望でも見ていろ。私の復讐なのにあなたに合わせろと。そうだよね、ノエルちゃんの復讐でもあるけどカロンの復讐でもあるからね。悪魔は傲慢なものだ。なんだか毒気を抜かれてしまいましたわ。あなたにそんな悪魔らしくないことを言われるだなんて。確かにちょっと頭に血が上っていたのかも。あなたと正式に契約してから私復讐を解けて死ぬことしか考えていませんでしたわ。そう考えていると自然と怖さもなくなって何でもできる気がしてきて。代償にお前の魂をもらうかもしれないと言ったのは私だが、お前がそれを受け入れ覚悟を決めてしまうのはつまらん。それにガキがそこまで背負う必要はないんだよ。あれ、なんだか気が抜けたら力が入らなくなってしまいましたわ。似合わないことをするからだ。それが今のあなたの悪魔の契約ですか。変わりましたね、カロン様。変わった？昔のあんたでは考えられない。いや、昔のあなたにこそそうあってほしかった。そして、私もそうありたかったのかもしれませんね。カロン、あなた、シビラ・ベッカーと知り合いでしたの？いや、それは。私はバローズ師匠に憧れて師匠秘書になりました。そしてその時はまだ何も知らない市民の一人だった。私は学生の頃から誰よりも頭が良く、周りの人間などバカばかりだと見下していました。そんな私にとって30にも満たないうちから、市議として活躍し、ラプラスという街をまとめ上げていったバローズ市長は、唯一と言ってもいい尊敬できる人間だった。何にも情熱を見出せない私にとって、市長と共に仕事をすることは唯一の目標でした。
私はやがて市長秘書の座につきます。ライバルと呼べる人間はいませんでした。市長も私を高く評価し、よく使ってくれました。市長との仕事こそ私の人生であったと言えるでしょうね。しかし市長の右腕としてふさわしい仕事をこなせるようになったある日、そこで打ち明けられたのか、私はその裏の顔を知らされたんです。ラプラスの闇を利用して頂点にとどまり続けるその顔を。しかし私は師匠の元を離れなかった。それが私個人が決めた道だったからです。この人のそばを離れれば、私はまだ何にも情熱を見出せない元の私に戻ってしまう。だから自らも裏社会での仕事をこなせるように、悪魔と契約してあらゆる感情を焼き切ってもらいました。やはりか。それがこの全てを操る悪魔のイカズチの力。私は意志を持たない機械と同じになった。過去の自分が下した命令に従って、もはや実感もなく、ただ死を助けるだけの機械にね。なかなか皮肉めいた話でしょ。少しは気が晴れましたか、ヌール様。感情をそこまでして後悔はないのか。自分のためではない、人のための悪魔の契約だろ。それはまるで自分からノエルが陥られたバローズのスケープゴートという立場になったようにも見える。後悔なんてありませんよ。契約は師匠のためであり、それが私のためでもあったんです。今の私でもそれが後悔のないものであったということくらいは実感できますから。しかし強いて言うならば恨みはあります。恨み？恨み。師匠も生まれた時から歪んでいたわけではありません。行き詰まり誘惑に負けたからこそそうなった。迷い悩む師匠の道を歪めた大悪魔。それが今さら契約者を気遣うようなことをして。カロン様、あなたのしたことは許しません。そういうことか。そういう関係だったってこと？それは楽しそうなお話をしているようだね。よかったら私も混ぜてくれないか。このカラーはバローズだね。出やがったな。やあノエル君、やっぱり来ちゃったんだね、このビルに。バローズ師匠、困るな。シビラ、誰も彼女らに負けろなんて命令はしていないんだが。申し訳ございません。つまらない上に使えない女だ。自分の部下にそんな言い方はないだろ。こいつはお前のために。お前もだよカロン。昔と比べてつまらねえやつになったよな。俺が知ってる大悪魔カロンはラプラス師匠バローズなんかとは比べ物にならないくらい残忍で狡猾で相棒に厳しかったんじゃねえかよ。ラッセル、どういうことですの？昔って一体？どういうことでもいいんだよノエル・チェルクエッティ。お前はここで死ぬんだから。うわ、なんか出てきたけど、いや、もしかして悪魔じゃないかな。だとしたらカロン以外の悪魔初登場だよね。悪魔やれシーザー。
さすがだな。拘束状態で同じ大悪魔をこうも軽々と。こいつはダメだ。格が違う。戦って勝てる相手じゃない。このメモリはそう簡単には渡せないんだよ。お前契約を？さあな。今のお前がする必要はない。うわあ、追い込まれてるよ。ムール、ここは引くしかない。あの悪魔には私では勝てない。そんな。でも引くにしてもどうやって？それにあなたと師匠は一体？わけがわかりませんわ。生きていたら教えてやる。うわー、こういう終わり方なんだね。というわけで、シーズン2は、ここまでということになりますね。ついに新しい悪魔が登場してきましたね。シーザーだっけ？そして、カロンの過去も、ちょっとだけ分かってきたけど、なんだろう。シーズン3でより分かってきそうな感じなのかなぁと見受けられましたが、おそらくそのあたりのお話なんでしょうね。シーズン3は。まああくまで予想なんですけど。というわけで、このままシーズン3の方も遊んでいこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、お疲れ様です。